庄司恵子さん大丈夫ですか。はい、おはようございます。宮崎の朝です。はい、おはようございます。宮崎のお天気は今日はどうでしょうか。最高だね。最高。あ、ちょっと暗くて見えませんね。はい、ということで私たちはこれから、青島神社に参りたいと思います。はい、今日は、シェラトンに泊まらせていただきました。シェラトンさん、お世話さまでした。お疲れ様でした。じゃあ、早速レッツグー。今日はすごく天気がよろしいです。宮崎神宮へやってまいりました。で、まあ、行きましょう。ここは、はい、縁結びですね。縁結び行かなきゃ。もう大体縁結びは行かなきゃ。今できないんじゃない。いや、水は止めてあるでしょ。いや、でも出てるほら、水はあなたから。あ、流れるようになってる。うん、はいはい、ありがとうございます。パワーの感じでね、はい、あの宮崎神宮です。はい、お参りさせていただきましたね。はい、すごいね。葵井の御門じゃなくて、はい、あの皇族の方々に菊の御門。はい、そうです。飛ばすもん。あの先ほどですね、お参りさせていただいた時に、あの雅楽っていうんですかね、雅楽。そうそう、はい、皆さん、はい、景色を見て出会いでラッキー、ラッキー、すごいラッキーです。さらーっと、すごいタイミングでお参りさせていただきました。せっかくなのでおみくじを引かさせていただきたいと思います。いや、おみくじ払いに行こうと思ったら、ね、おみくじここの中に入れればよかったんですね。お守り払うのと一緒で、まあ、払いに、じゃあ、おみくじ。お言葉をください。片手でごめんなさい。じゃあ、行きたいと思います。これだ！あ、これだ！はい。じゃあ、今私に必要なお言葉ですね。何でしょうか。じゃん。あれ。これはあの大吉とか出てくるわけじゃないの？これ。あ、大吉だ。ちょっとお言葉くださいって言ったら大吉。これ見て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 皆さん。大吉ですよ。はい、願い事、はい、初めは思わしくないが、あとは必ずよろしいということで、大事なちょっと縁結びの方を見させていただきましょうかね。縁談、初め手間取り、
おまわしからず、あとはかな、なんかいいか悪いか、よくわかんないですけど、まあ、とりあえず、大吉を選んだということで、今日もなんか縁起がいいスタートになりそうです。ありがとうございます。お言葉大事にさせていただきます。